マキトとトモヒコの MUSB 声援ニュース。どうも、三重大学吹奏楽団正指揮者の西谷マキトです。今回はですね、トロンボーンパートの紹介をさせていただきたいと思います。実はここはですね、学内のホールの、講堂のホールの施設なんですが、またですね、皆さんにはこのホール練習の様子ご覧いただきたいと思ってますので、その時をお楽しみにしていてください。それでは今日はですね、トロンボーンパートの紹介です。どうぞ。それではトロンボーンパートの皆さんに質問をしていきたいと思います。トロンボーンはどのような楽器でしょうか？はい、トロンボーンは見ての通りめちゃめちゃ伸びる。伸びすぎた。めちゃめちゃスライドを伸ばしたり縮めたりすることが特徴の楽器です。はい、じゃあトロンボーンの定期演奏会での聴きどころとか見どころを教えてください。はい、トロンボーンは裏で伴奏していることが多いんですけど、他の楽器にはできないこうきっちりアッターハーモニーがとても聴きどころだと思います。ありがとうございます、期待してます。それでは定期演奏会やこの YouTube チャンネルご覧になっている視聴者の皆様に一言お願いします。トロンボーンは4列目の一番左にいます。もう皆さん左向かって右にいます。ぜひ皆さん、私たちの華麗なるスライドさばきも右手見えなくなるぐらいもう俊敏に動いてるので、ぜひその華麗なる腕さばきと綺麗なハーモニーをぜひ見に来てください。